どうも皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。2019年第一発目のアップロードになっております。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今年も皆さんこのちっちゃいウクレレでワイワイやりましょう。よろしくお願いします。はい、2019年第一発目のアップロードはあちちあち、今年はもうあちちあちの年にしようと思いましてですね、郷ひろみさんのゴールドフィンガー99やります。これ昨日じゃねえや、紅白歌合戦、2018年の年末のね紅白歌合戦で、まあ、もうこれもう来年2019年一発目決めたっつってやります。結構ね簡単です。コードは6個だけです。はい、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョンやりましてから、あ、いいですよ、今日も言葉がよく出てきます。後半の方はですね、これは結構奥が深いです。いろんなもうなんか小技が散りばめられて、もうね、まあ正月休み、ゴールドフィンガー99で皆さん悶絶してください。かっこいいバージョン面白いですよ。最後までご覧になってください。はい。このちっちゃなウクレレでいろんな音楽を自分で演奏しながら弾く、この弾き語りっていうのは最高に楽しいんですよ。皆さんもぜひ始めてください。どうしたらできるようになるでしょうか。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見て、見てウクレレを触っているだけですぐ弾けるようになりますよ。はい、で YouTube でしたらね、いつでもどこでもね、ご飯が炊けるちょっとの間とかでもね、スマホで見れるじゃないですか。でなんかこのウクレレもちっちゃいんで、いつでもこう触ってられるんですよね。それでどん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 上達できますんで、しかも YouTube ならタダですからね。皆さんどんどん始めて、今年は音楽デビューしましょう。でガズレレイベントもいっぱいやってます。日本全国ね飛び回ってますから、皆さんの街にも行きますからね。あ、じゃあ、ここに今からリンク貼るんですけど、ここのリンク先の初心者レッスンはここというところに行って、数字の順番通りに動画を見ていってください。じゃあ行ってください。初心者レッスンここクリック勝ち、いってらっしゃい。そこにはすでに650曲以上のありとあらゆる音楽のジャンルの曲がアップロードされております。ぜひ皆さん、あ、さっきのねリンク先の下の方に行くとね、こういろんなこと書いてある。 J-POP から洋楽から、もう夏メロからアニソンから、もう 何から何まであります。ぜひやってみてください。音楽始めよう。さあやります。イントロのメロディーはこのカズーっていう楽器なんですけど、こう私ガズなんでね、ガズーって言ってます。この笛みたいなものを使ってやるんですけど、これね空気をほら吹き入れるだけで音出ない、うーとかうーあーとか言うんですよ。これで響きます。これを使ってイントロメロディーやります。早速いきますよ。ゴールドフィンガー99、郷ひろみさん、あちちあち。まずは簡単バージョンからやってみます。おめでとうございます。じゃがじゃん。はい、そういうわけで年始早々手
テンション高めのゴールドフィンガー99、まずは簡単バージョン、いかがだったでしょうか。もちろん長さはガゼレレ流ショートカットバージョンでございまして、フルでやりたい方は2番の歌詞書き足していくと、フルでできますよ。どうですか？結構簡単だったでしょう。はい。ですね、ちょっといろいろ書いてあるんですけれども、今やったのは、いつもの通りなんですけど、上の段です。下に書いてあるのはこれからのかっこいいバージョンです。これごちゃごちゃ書いてあるのはこれ、後半のかっこいいバージョン。後半のかっこいいバージョンはちょっと今日は深いです。ひとまず、わかる範囲でこう書いといてもらう。感想は Am なんです。ここでもメロディーを弾いちゃうっていう後で解説します。ちょっとわかりづらいけど、テロップと見合わせながら一時停止でメモっていってください。これ書くとね、頭に入りますからね、皆さん。はい、じゃあ、テロップと一緒に見合わせてください。どうぞ。はい。はい、次。はい、この。よかしまな。はい。ね。で、ここ、アーチーチーアーチー、はい、繰り返しになります。アチチアチですよ、はい。はい。で、ここを最後やるんですけど、ここがね、エンディングですね。ここを2回弾いて、2回弾いたらここに来て終わる。バーンと終わる。こんな感じになってます。コードはさっきも言ったんですが、6個だけです。Am, F、Dm, G7、E7、Em7。この6個のコード、これだけ見るとなんかゲゲゲって感じするかもしれませんが、これいつものやつですね。はい、ドン、これ。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードという8個のコードのグループがあるんですよ。その中がこの6個なんですけど、このガズレレ必須コードっていうのはですね、コードというのは、音の要素なんで、星の数ほどあるんですよ。それを全部覚えると思うともう大変でしょ。まずは、一番最初にこの8個のグループ。これを最初に覚えてください。そしてこの8個のコードを覚えちゃうと、今ご覧になっているガズレレ YouTube 動画で私と一緒に650曲の曲をセッションしようと思った時に8割9割できますから、最優先で覚えてください。しかもこのね、8個のコードを簡単に覚える秘訣がありまして、これ面白く覚えないとね、やっぱしんどいのはダメですからね、楽しく覚えましょう。以前私がそれを楽しく覚えられる、ものすごいいい動画を撮ってるんです。ものすごいいい動画です。はい、ここにそのものすごいいい動画貼っときますんで。お勉強しなさい、コードのね。これ楽しく覚えるのがポイントですからね。じゃあ、ガズレレ必須コードはそこでお勉強してもらうということで。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンやってみますよ。かっこいいバージョンはね、奥が深いです。だんだんいきます。だんだん。上から見てみましょう。まずね、イントロのメロディを弾きます。これ見てください。よく見てください。4弦は、ミュートしといてください。ミュートっていうのは4弦音消しといて。2、3弦はこれね、読みづらいけど、開放弦って書いてあります。ここに書きましょう。4弦はミュート。2、3弦は開放弦。で、1弦のこの数字を、弾いていこうということでございます。かける2です。ちょっとここやってみましょう。まずね、これ。0、7、何度書いてあるでしょう。これは1弦の0というのは開放弦よ。0、7、7。ちょっとやってみようか。こうです。4弦をミュートっていうのはね、ミュートっていうのは音を止めるってことですけど、私は親指をちょっと引っ掛けて、こういう音を出してあげるんですよ。そうすると音が鳴らなくなる。どこでもいいですよ。カチッと寄せるとき。これね、響いちゃうとね、ちょっと気持ち悪いんで、これ音を止めて、音を専門用語だ、この音を殺すって言うんですけど、これでまずまあこんなことです。ちょっと今ずれてたけどね、これをまあちょっとじっくりこうね、フォームを整えてやるとこうです。いきますよ。07753587073253じゃじゃ07753587、はい、0773253。わかる？これを4弦殺して、この2弦3弦開放で弾いて、じゃんじゃん弾く。こんなことです。はい。これよく見といてください。まあ、テロップで書きましょう。これですよ。1弦のこれ2行にまたっちゃうから、これ。うん。これを弾いてください。メロディーは覚えてるでしょ？これですからね。はい。これをじゃんじゃんじゃんで弾いていくということです。まずこれが第一のポイントか。これ難しい。もしできなかったら口で言ったらさっきの数使ったりしてやってくださいね。あとはこの、ここのフラチーナリズム、ここの Dm と M、これコード増えます。こっち G7 と A。矢印あるでしょ、この矢印。はい、これ。これシンコペーションのマークで前にドーンと突っ込むやつですからね。ちょっとやってみましょうか。フラチーナリズムで、ギラツールで、バンバカン、うんかんつけた、ダダツタン。Am が要はドーンと前に食い込む。このシンコペーションマーク、シンコペーションというのはリズムが前にストーンと食い込んでくるやつなんで、ちょっとイン。ダンツタンダツタダダツタンダツタダンツタンダダツタン。これちょっとシンコペーションマーク。このシンコペーションマークは実はね、ちょっと、そこのパートのとこ繰り返し出てくるんで、
まあ、つまり、こことこことここと、毎回出てきますからね、これ。要注意してください。で、あと次はですね、感想があるんですよ。あの、でんでげででん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 、ここも引いちゃいます。ここをですね、こう見てください。これ、000356って書いてある、ここ赤丸書いてあるでしょ。ここちょっと後でヒントを出しますけども、00356535300003000、こんな感じ。ちょっとやってみるか。次。これね、Am を押さえたままやるんですけど、これ届きづらいでしょ。ポイント。この Am の位置を親指で押さえるんですよ。それでやってみましょうか。はい、口で言うと、でん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 です。00356653、00300、これをここ親指で押さえて全部弾いちゃいます。 Am の上で。はい。で、今この数字、一弦の数字ですね。ここをまあメモりながらこれやってみてください。で、ここの赤く書いた6のところ、これさらに行きたい人はですね、この5フレットをチョーキングにしてください。チョーキングっていうのはですね、こういう技です。エレキギターの技です。見てて。ぐっと押し上げる、上に。軸、ここをテコにして、キュッキュッってこう、回転です。こういう回転っていうか、こういう回転っていうか、ちょっと見づらいか。こういう回転？やってみましょうか。わかった。これでちょっと、ニューンってこう引っ張る。3のところもキュッと上げちゃう。はい、チョーキング。これはなかなか深い。まあちょっと難しいから6でもいいですよ。でもいいし、5を押してあげてチョーキングするのもいいし、6を弾いてもいいです。まあ6で最初感覚をつかむのがいいと思う。これここをね、チョーキングするときは ここを軸にしてグッと押し上げてあげる。グッと押し上げてあげる。はい、これは慣れないとちょっと難しいんで、もしね、近所にお友達とかでエレキギター弾いてる人に聞けばすぐわかります。これ、もしよし。これ、チョーキングです。これ技満載です。技満載。はい。で、あとここ。横、この B メロになって、野蛮な太陽、ここで決めがある。E7 で決めです。ここ見てください。ジャタタ、ジャタタ、ジャタタ、ツターン。これ歌いながら弾くの結構難しいです。この、バツと丸。ここに書いておこう。はい。バツと丸で。んぱぱ、んぱぱ、んぱぱ、ぱーんですよ。ちょっとここやってみましょう。止まらない、野蛮な太陽。こんな感じ。んたたつたたつたたつたーん。止まらない、野蛮な太陽。あっち。こういうふうになる。んたた、んたた、んたたつたーん。はい。勝手にです。ここで見てて、よく見てて、ここ、これピクピクしてるんですよ。これ大げさに言うとこうやって左手で、これをカッティングと言います。はい、ああ大盛りだ。で、あと基本的なリズムは8ビートのチャです。ドンチャトスとチャク、ドンチャトスとチャク。8ビートのチャ、8ビートのチャとカッティング、これのやり方はですね、はい、ここにリンク貼っておきましょう。ここはウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの一枚で、その中からこういくと、まず8ビートをマスター、その次に8ビートのチャってあります。この辺をまずマスターしていただいて、カッティングっていうのはね、さっきも言ったけど、こう止めるやつ、ツッパパツッパパツッパパツッ、このツッカチャって言わせるテクニックです。それをマスターして、この決めをやってみましょうということです。さあ行ってみましょうか。山盛りでしょ。かっこいいバージョン、ゴールドフィンガー99、郷ひろみさんの曲。かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。島な気持ちが出せねえです。
一撃で一弦が切れまして、はい、じゃがじゃん。というわけでちょっと一弦が切れちゃったんですけど、もうね、ここね、実はもう弾きまくってるんで、もう切れそうだったんですよね。まあこういうこともあります。はい。エネルギー満載で今年も行きますよ。皆さんありがとうございます。まあそういうわけでゴールドフィンガー99かっこいいバージョン、なかなか大盛りでしょ。小技がてんこ盛りなんですけど、まあ年始一発目景気よく行きましょう。もう本当に皆さん今年もワイワイやりましょうね。で、まあいつも言ってるんですけど、できるとこだけかいつまんでやってくださいね。さっき言ったみたいに、あのコード弾いて口でそのメロディー言うのも十分はもうかっこいいやつですから、もうあーチェーチェーチェーって僕これテンション上げられてやっていきましょう。はい、皆さん今年もよろしくお願いします。いきますよ。ホームページどうご覧になってくださいませ。ホームページのリンクここに貼っておきます。はい、2019年、いよいよいろんなことが始まりますよ。まず今年第一発、まずこの CD をねまず出してる、これガズさんの CD なんですけど、2枚組で1枚は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン用 CD、 これが深いですよ。これ面白いです。 CD に関する情報すべてここにリンク貼っておきます。この CD、ぜひゲットしてください。急遽買えるんですけど、覚えてもらってどうするか、イベントで一緒に歌いましょう。練習しておいてください。でさっきの CD のところに、全部無料公開で、音源全公開でレッスン動画も上がってますから、はい、どこで目標どこに定める、9月1日に2019年9月1日の日比谷野音でガズレレ、ここに向けてます。ここでこの9秒できればやりたい。さあそれに向けてイベントどんどんやっていきますよ。1月17日はその先ほどの CD、 ガズの CD レッツゴー最高、タワーレコードインストアイベント、タワーレコード新宿店ですよ、はい、19時から1月17日待ってます。ウクレレ持って皆さん駆けつけてください。仕事帰りお願いします。はい、そのちょっと1月19日今年初の大イベント、ガズレレ大イベントは大阪から始まります。大阪花博、花博記念ホール待ってます。翌日1月20日は名古屋スーパードライ名古屋、すごいですね。はい、この1月19、20はガズレルダボンボリューム5の先行発売です。よろしくお願いします。じゃあどんどんイベントインフォメーションしましょう。最新情報、1月じゃね、2月の16日は広島行きます、初登場。2月の17日は博多、初めての場所。皆さんお一人様でも大歓迎ですよ。お一人様ね全然大丈夫ですね。お仲間もちろん大歓迎、話して一緒にワイワイしましょう。待ってますお願いします。あ、さっきも言ったんですけど、9月1日は日比谷の野音、ちょっとスケジュールされてますので、よろしくお願いします。はい、そんなことで2019年にもりもりやっていきます。皆さんくれるでワイワイやりましょう。音楽は聴くの最高だけど、やるのもっと最高。これが合言葉です。どんどん弾ける方教えてあげてくださいね。さよなら、バイバイ。よし、いけいけ、レッツゴー最高、やりたいことやるのがナンバーワン。